テイルズオブエクシリア2やっていきます。現在チャプター3が終わったとこですかね。なんとか1回目の返済を済ませ、トリグラフへの移動制限を解除することができた。やれやれ、これでやっと家に帰れそうだ。家ではビズリーとゴエのイバルという妙なやつが俺を待ち伏せていた。ビズリーはユリウスが生きており、甚大な被害を出した列車テロの実行犯として指名手配されたと告げる。だけでなく、俺にも同様な嫌疑がかかってると。無実を証明するにはユリウスに会うしかない。マックスバードとヘリオボーグ研究所に手がかりがあるとの情報を得て、俺はユリウスの捜索を開始した。しかし今移動制限がかかってて、多分ヘリオボーグとかに行けないので、まずは借金を返すってところからですかね。で、あ、7000って書いてあって、今3100あるので、まあ、とりあえず、バイトしたいなってところですね。では、なんか、他の部屋見てみたい。待って、こっち自分の部屋？こっちが自分の部屋だ。わーい！主人公の部屋だ。なんかさ、あれだ！なんか騎士があるなって思ったけど、ファイファンエイトだ。ファイファンエイトのスコールの部屋っぽくはないけど、なんかそのなんだろう、わあスコールの部屋入っちゃったみたいな感じがありますね。あ、写真？羽ペン派なんだ。この右のこれ何？棚か。おしゃれ。居候ってどういう意味だろう。前回言ってたけど、これ何？鏡？鏡に蓋がついてんの？まあついてるか。マント、アクセサリーだ。調べる。ルドガーの部屋着。この格好のまま近所で歩いたりするとユリウスに怒られる。なるほど。部屋着、私今全然パジャマだけど。部屋着、あ、こっちか。衣装。あー、なるほどね。まあ確かにすごい部屋着感あって、人様の前ではあれなんかな。ちょっとお兄さんの部屋、あ、イリウスの部屋だ。鍵がかかっている。なるほど、いつか入れるかな。調べる。卵、魚介セット、野菜セット。冷蔵庫から取ったんか。出る。ここは風呂かな。風呂とかシャワーとか。風呂とシャワー一緒だわ風呂かトイレかね。こういうとこ私めっちゃ憧れるんだけど、わかる？ん、外に出たらイベント。シクシク、にゃんてこと。これはにゃんてこと。ルドが、女の人が泣いてる。猫クエスト来たか。あら、失礼しました。私はココネネココ。ココネネココ。このアパートに100匹の猫と共に引っ越してきた猫好き乙女です。それよく大家さん許してくれたね。50年後には猫ババアだけど。猫100匹でも引っ越しのどさくさでみんな逃げ出してしまったのよ。なるほどね。まさに猫もシャクシも、あー、ショックで猫みそ100匹って言ったら割とこうちょろちょろ降りそうな数ですね。元気出してください。あなたたち、このアパートの方ですね。ご近所の猫、いや、コネでお願いします。私の猫たちを探してもらえませんか。猫の手も借りたいのよ。猫探したらルルの友達になってくれるかも。友達よりももっといい報酬が欲しい。うんうん、キャッといい友達になるわややこしいよ。しかもみんなとっても役に立つんですよ。私には猫に小判なほど。それじゃあ、私の部屋はこのアパートの1階なので、猫をキャット、キャッチしたら覗いてみてくださいね。さすがにそれを言い換えてくれないと通じなかったな。あの人すごい猫なで声だったね。
そうは思わなかったけど、もう猫なで声ってもうちょっとなんかこうトロンってさせてくるような感じあるけど、まだ甘いですよ何言ってんだ世界中に逃げ去った猫を見つけたら優しく捕まえてあげましょう。100匹集めたらキャットいいことがあるでしょう。まだメニュー内の猫派遣が開放されました。猫派遣では捕まえた猫を世界各地に派遣してアイテムを探してもらうことができます。猫派遣でしか入手できないアイテムもあるので、いろいろ派遣してみるといいでしょう。頑張って猫探そうね。うん、そしたらルルの友達も増えるし。にゃーん、つまりこういうことね。クルルを捕まえました。え、100匹分名前があるのすごいね。それはアイバルがいる。あ、チーだ。フランデュアル、なんで。これイバルに話す前にってやつ。あーだね、イバルの色変わった。全然イバルが見えなかったもんだってちょっと話しかけてみようか。一回ここか。おや、大家さんすごいな。わーい、え、ここに100匹？にゃあ、わ、めっちゃ、え、すごい、見る、ちゃんと寄ってくるってこと？え、ちゃんと顔見るじゃん、すごいね。え、すごいね。へえ、ゲーム的にすごいなって感心しちゃった。うん、猫派遣はどうやるの？鳴き声がヒントになる。あー、へえ、その猫派遣はどうやってやるの？これか。確かにメニューからできた。ルルはどこがいいと思う？メニューからできた方がいいもんね。猫を派遣してアイテムを得る。それが猫派遣です。猫の数が多いほどアイテムを得やすく、旅のお供がいればさらに得やすくなる。ははは。また派遣先には猫を捕まえたことがある場所が登録されます。ここでしか手に入らないアイテムがあったり、たまに猫が猫を連れてきたり、いいことしかありません。曜日によるボーナスもあるので、曜日、毎日猫とだけ遊ぶのもありかと。猫の手も借りたいあなたにおすすめ。曜日って何？私のリアルの曜日の話。派遣先取りグラフ。あ、このお供は別なくてもあってもいいんか、多分。これで派遣するガスターとボーナス表示これはあれですね、リアルですね。リアルは今土曜日ですね。戻り時間 20% 短縮。なるほどね。おもろいね。猫一覧プルル説明。あー、仲間にした猫な、ここに何匹いるとかわかるんだ。でこうして発見します。いってらっしゃい。はい、イバルに話しかけてあげるか。支給された装備を使ってせいぜい仕事に励むことだ。俺の働きには投稿を呼ばないだろうがな。あー、もっと嫌味聞けてたんかな。嫌味って聞けてたんかな。残念だな。はい、一応支給してくれたね、原品は。商業区、あ、この人か。はい、ギガントモンスターの情報を閲覧できるようになりました。各地を徘徊するギガントモンスターは超強力な魔物ですが、討伐するとクエスト斡旋所で高額な報酬がもらえます。ぜひ一攫千金を狙ってみましょう。はい、一心不乱チェリースズバイク。私は見てしまった紫に光る巨大なサソリを。もうダメだ、夜な夜なチクチクされて死ぬんだ。これオープニングでエルちゃんが追いかけられてた子じゃないですか。6000ガルド、それはでかいな。一応ん、どこってエラール街道だって。おお、めっちゃめっちゃ増えた。とりあえず目読で流すので読みたい人は一時停止をして読んでください。とりあえずこれ全部やろうかな。
はい、では行ってきます。このクエストさ、イベントリストのこのクエスト欄じゃなくってメニューですぐ見れるようにしてほしかったな。猫派遣がここにあるんだったらね。なんかヒント言ってる人いた。街道に出没してるチェリーズパイクっていう魔物、頭が急所なんじゃねえかって噂なんだよ。頭攻撃してる時だけ一旦地面に潜って逃げ出すって話があって、そっからの推測らしいんだが、仮に本当だとしても頭を狙うなんて一苦労だしな。面倒な相手だよ。難しいな。街道の大型魔物なんだが、何でもダウン中に体の強度が極端に下がったって新情報が出てる。ああ、ダウン取らなきゃいけないのか。仮にその情報が本当だとして、問題はどうやってダウンさせるかだ。やつの弱点かもって言われてる頭部を攻めていらいけるのかもしれないが、頭部って下だよね、サソリだから。ありえた生活。ルドガーとジュードがいるときにトマト入りオムレツ並みをあげるクエストですね。こちら、これこれ、トマト入りオムレツ、なるほど、いい料理だ、ありがとう、新しい料理の参考になりそうだよ。駅に勤めてる方ですよね。食堂で出すんですか。いや、俺まだ就職したばかりでね、まずは仲間のまかない料理さ。でもそこで認められれば食堂車や駅弁のメニューに採用されることもあるんだ。鶏グラタン弁当やストリポーク定食も元はまかない料理だったんだぜ。へえ、風通しのいい職場なんですね。あ、とにかく忙しいけど充実してるよ。俺たちの作る料理はエレンピオス経済の活力の元なんだって。確かにね。まず食べなきゃ何もできないですよね。それに俺採用試験に一回落ちててさ、合格したやつが初日にクビになったんで、繰り上げで就職できたんだ。やっぱクビになったんか。これって運命だと思うから辛いな。柔道もパッて見たな。それって、おっと、話し込んじゃったな。今日は非番なんだけど、ちょっと厨房に顔出してこれを作ってみるか。世話になったね。お礼に俺の料理を一つ食べてみてくれ。それじゃ。なんか胸が痛いね、人生って。何もらったの。証明書をもらったけど、まあ食べたのかな。チャージブル大通り、なんか変わってる。確かにリドーの実績はすごいけど、年齢と実績が不釣り合いすぎるんだよ。あの怪しさはユリウスどころじゃないぜ。なんか最初聞いた時に、なんかリドー何とも思ってなかったけど、確かにリドーさんに会ってみるとちょっと怖いな。ユリウスが指名手配、そんなの何かの間違いよ。あの人はそんなことするはずないじゃない。あのユリウスが指名手配犯になるなんてね。私はリドーファンでよかった。聞いて聞いて、列車テロの主犯はユリウスだったんですって。やっぱり腹の底ではこんなこと考えてたのね。怖いわ。毎度ありがとうございます。早いですね、耳が。私が言うのもなんだけど、お金って厄介なものだよね。猫が一気にいるんだよね。猫たちが戻ってきました。早いね。なんか今この辺でニャーって聞こえなかった。めっちゃニャー聞こえる、ここ。いたはい、鈴の名札。はい、次はもっと頑張ってね。にゃー、な、な、飛ばしちゃった。何もらったんだろう。ちょっとドボール駅に行って。ドボール駅ちょっと変わった。デイリートリグラフにはリーズマクシア人の記者がいるらしい。あー、レイヤーのことをデイリートリグラフに勤めてるんだけど、その人の記事なかなか載らなくて楽しみにしてるのにな。あんまり、万人受けをしないけどコアなファンがいるっていうタイプね。素朴な疑問、どうぞ。チャットです。いろんなお店、いっぱいあるね。うん、ドボールは商業の街だからね、大抵のものはここで揃うって話だよ。ほー、ねえ、安いよって言ってるけど、あれってどれくらい安いの。まあ、高いよとは言わないよぐらいな意味じゃない。ちょっとこれ、ちょっとさ、ルドガーのさギャグセンスがよく分かってないんだよね私。
ちょい分かんなくって、ちょっとやってみようかな。出血するくらいかな。え？血？出血大サービスって言葉があって。あー、そういう意味？商売の赤字覚悟で出してる価格を出血って言ったりすることがあるんだ。真面目に言ったってこと？ルドがなんかすごい微笑んでるけど。じゃあ血が出るサービスじゃないんだ。なんだ、さすがにそんなサービスは。なんかチャットの雰囲気独特だね。今までチャット書いてた人と違うのかな。独特だね。ドボールはこう見えて昔は港町だったんだよ。今は海岸線が後退して陸地になっちまったけどね。ああ、なるほどな。悲劇の豪華客船ジルニチョラって聞いたことあるだろ。あれこの町のドックで作ったんだぜ。へえ。乗員にもうちの住人が大勢いたんだ。20年前の事故でみんな死んじまったけどな。いいもの取れるかな。いいもの見つかります。新しいの覚えたよ。高画質クリティカル、ダウン中クリティカル、光属性だ。背後から攻撃するとクリティカルが発生しやすくなるよ。ローハレンザン、フッツイ。工作はやれるよ、僕たちなら。ああ、リンクした時にちゃんと次の倒した後でも次の魔物にシュッて言ってくれるのがいいね。前作行かなかったんだよね。お、にょーって声する。あ、いた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 。これ捕まえる、ルビルビ。よし、これでクエストもできた。あ、いた。でかー、どうしようかな。いけるんかな。セーブした身あるな。ミネストローネ、波を食べて行ってみよう。おー、ギガントモンスターの BGM だ。割とテクノ系、テクノ系っていうのかな、なんていうんだろう、これシンセサイザー系。だね。弱点が風いいね。風が嫌いみたいね。ほい、リンクチャージ15。ほい、ソーハレンザン。ほい、リンクチャージ15。ほい、ソーサイジン。ほい、止め。ほい、リンクチャージ15。いいね、オーバーリミッツ。いいね、ソーハジンしまくるの巻き。待って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 。あ、ちゃんとこういう時はね、あ、あ、背中からつかる。やと、ほい、泣きしぐれだった。あれ、泣きしぐれじゃなかったっけ。うわうわうわ、途中でガードついてた。顔を攻撃、あ、そっか、守ってるからか。うわ、もうちょっと後ろ引っ張られた時に難しいな。余裕でしたね。余裕だったかな。まあ余裕でしたね。オーバーリミッツだったからね。はーい。共鳴術技チェインのルール、同盟の共鳴術技同士では連携できません。ただし違う術技から出す限りは連携中に同盟の共鳴術技を何度でも使います。あ、そうなんや。で、前作の勝手な、まあ試してないけど勝手な記憶が、その一連の流れで同じ技使っても意味ないんかなって思ってたから、全部違うやつでやってたんだけど、今回は、ま、連続じゃなかったらいけるってことかな。はいはい。なんか成長した。スキルマイトチャージをセットしてガードを維持すると、次の連携中に、あ、そういえばそうだったね。忘れてたわ。強力な術器ほど消費 TP が多いから、このスキルを利用して消費 TP を節約しましょう。中盤以降にまたもう一回教えてほしいやつですね、これは。猫たちが戻ってきた。早いね。
じゃがいも、マグロ、エクスマキナ、こういう今作はてか前作はそういうの開発に使ってけど、今作はクエストとかで使えるってことだよね。あ、猫が来た。頑張ってね。やれるよ、僕たちなら。ああ。ギガントモンスターとの戦い。ギガントモンスターは多くの個体を持ち、HP も多く、無策で挑むにはあまりに危険です。圧戦所の近くにいる町の人が対策を知っていることが多いので、情報収集を怠らないようにしましょう。討伐しました。これはうまい。あと、報告をすると。あ、ウッドバッジになった。で、トルバラン開口はこれから行けるようになるかな。カンニン&カンニンしてるのが。はい、とりあえずこれで全額7000。ここまでいい感じで返せてるよ。この勢いでファイトファイト。はい、メインができるかな。電話だ。さてさて、移動制限がまた解除できそうなの。とは言ってもマックスバードかヘリオボーグ、どっちか一つなんだけど、どっちがいい？私が選べるんだ。ヘリオボーグがいいかな。とりあえずバランさんに会ってみたい。オッケー。けどヘリオボーグって新型ジンを研究してるとこでしょ。ルドガーも変なところ行きたがるね。技術エージェントのユリウスさんの影響。もう一方の制限ももうちょっとで解除できると思うよ。じゃね。はーい。てかさ、この仕事ルドガーのためにはなってるんだけど。ダメだ、バランさんの GHS には通じない。ジュードの服、いい匂いする。ねえ、それ何の匂い？そう、特に何もしてないけど柔軟剤の香りかな。どういう会話？そう、なんか柔道のためになってんの？そんなにお人よしなの？柔道くん。ああ。超余裕だったね。アピール、プッシュ、L3 でキャラクター固有のアピールを行います。アピール中は無防備ですが、TP が回復します。アピール自体に他の性能を持つキャラクターやスキルも存在するので、積極的にアピールを戦術に取り入れてみましょう。キルト、キルト。やったね、ルドが。割と頼りになるね。リスキーエンカウント。マップ移動中、敵シンボルがキャラクターの背後から接触すると敵に囲まれた形で戦闘を突入します。背後に取られないように気をつけましょう。武器、防具、アクセサリー運用。初めて訪れる街には新しい装備品が販売されていることが多く、以降の戦い有利に進められるので、可能な限り買い揃えておくと有利です。中でも装飾品は特殊な効果を持ったものが多く、強敵との戦いでは必要不可欠です。敵に応じてメニュー内で装備を付け替えておくことは大切です。そう、我が名はミスター N。 ノバに代わって取り立てるぞよ。じゃあ、どうしようかな。6000で。確かに受け取ったぞよ。だが、この小芝居に突っ込まないルドガーの非常さは忘れないぞよ。なんかもう慣れちゃったっていうのと、あと君がどれぐらいそういう引き出しがあるんかなってワクワクしてるよ。あ、ボーナス来た。いや、そろそろね、ワープしたいな。何かな。異能書、毒効化し、読めない。あ、1ダメージね。さて、トリグラップから行けるトルバラン街道に行けるようになったと思うので、こっちの、街道でできる、クエストをやりながら、そしてここを探索しながら、ヘリオボーグ行きたいと思います。壁を打ち破ろう。僕の拳とルドガーの剣で。おう。なんかセリフ違う気がする。重度の特性、集中回避。今私なんか押したつもりないんだけど重度になってたわ。重度が敵の攻撃をバックステップで回避すると、一瞬で敵の背後に回り込みます。あ、これやっぱり重度特性だったんだ。しばらく無防備になった敵を攻撃できる。アドバンテージエンカウント。
敵のシンボルの背後から接触すると敵にダメージを与えることができる。あ、猫いた。よっしゃー。次のねクエストがね、猫がドボールにいるのと深爪してさ、同じもの見て安心したからかけた爪が欲しいって言ってて、目撃情報ドボールなんだよね。だから今ちょっとスラム街に来てるんだけど、ダウンタウンか生きてるんだけど、話してない人がいる。あんたの気持ちもわかるよ。けどね、向こうだって被害を受けたし、仕掛けたのはエレンピオスなんだ。終わりにしないといけないよこんなこと。お兄ちゃんは異界路警告でリーゼマクシアへ出兵してそのまま帰ってこなかった。こっちだって被害者なのよ。そんな簡単に和平なんて認めらんないよ。そうね、大きいところで見たらその和平はいいことなんだけど、でも個人で見たら許せないところがあるっていう話よね。待って、壁沿いに歩かなきゃいけなかった。欠けた爪と猫を探して。バーは酔い潰れた人いる。マクシア首相は、マルシア首相はリーゼマクシアの連中の顔色を伺いすぎじゃねえか。仲良し殺しで政治が回ると思っているならとんでもない勘違いだぜ。マルシア首相って見たことないよね、わしら。芳醇な大人の味わい、ノワールレア、この町ならではの一品です。いかがです？今ねウエストで1個欲しいんだよね。持ってっていいんですか？バーボンムーンライト、リーゼマクシア最高級のパレンジバーボン、イルファンのホテルで飲める。いや、これはねさすがにね盗みというやつですね。さすがにバーの魚で取ったものは盗みなのよ。欠けた爪知らん。あ、女は変わらんか。欠けた爪どこやねん。あ、柔道駅にいたんだ。マックスバードとヘリオボーグにユリウさんの手がかりが、行ってみるしかないね。いや、ありがとう柔道、本当に。あ、猫いた。捕まえる。ほい、猫は見つけた。あとは爪だ。ノーヒント。あ、わかった。 ね、あ、なるほど。これさ、あの猫のマークついてるからニャンタークエスト。ニャンターはダブルクロスなのよ、モンハンの。なるほどね。なんだっけ。おう、君の財布は包囲されている。あい、抵抗は無駄だ。はい、じゃあ満額入れます。私が言うのもなんだけど、お金って厄介なものだよね。あ、これ一回聞いたわ。ついにかぶった。これね、なんか今1、そう、猫派遣、猫派遣でやるやつがそれなんだ。わあ、ちょっとそれだったら同時進行でいくか、さすがに。スキル伝播、スキルは共鳴した際にパートナーに効果を与える。あ、それ常にと思ってたけど、共鳴した時なんだ。こういったスキルをリンクスキルと言います。スキル Z をうまく活用することで共鳴時に大きな効果を得ることができます。あ、そうなんや、常にかと思ってた。へ。操作モード、セレクトで操作モードが変更できる。セミオート、オートね。はい、はい、ではクエストしながらトルバラン街道を行き、ヘリオボーグ研究所入り口まで行きました。ということで入るのは次回にしまして、今回はですねエクシリア用語集が増えに増えているのでそちらを見ますか。ここかな。精霊術とゲート。リーゼマクシア人は脳内にゲートというマナを発する器官を持っている。術式による契約を通してマナを精霊に与え、その見返りとして精霊術と呼ばれる魔法を発動させる。はい、そしてクルスニック、最初にマクスウェルを召喚したと言われる人間。伝説では意志の槍を持つ賢者とされる。ラシュガル軍が開発した巨大兵器クルスニックの槍の名はこの伝説から取られたということで。そうで、ルドカー君の姓がクルスニックなんだよね。気になるよね。ジュード・マティス、イルファンの医学校に通っていた医学生。
平凡でお人よしな青年だったが、ミラとの出会いによって世界と自分のあるべき姿を探し求めるようになる。リーゼマクシアとエレンピオス、両世界を救うためオリジンを完成させることを誓う。イバル、幼い頃からミラに仕えるマクスウェルの巫女、腕は確かだが重度に対抗心を燃やすあまり、たびたび、数々の心配を繰り返してしまう。失敗？本人は失敗と思ってないけどね。バランさん、アルビンのいとこでジンの義足を使用している科学者、捉えどころのない性格だが頭脳は明晰、重度たちに協力しオリジンの開発を進める。歩くのはジルニトラの乗員が結成したエレンピオスへの帰還を目的とした組織、シェルをなくすためにミラの命をつけ狙い、クルソニクの槍と呼ばれる結界を打ち消す装置を作り上げた。リディア・ローブ、人間の潜在能力を覚醒させ成長させる力を持つ、戦いにおける必須アイテム、また装備した仲間と意識を連動させリンクという特殊な戦闘を可能とするという感じが増えましたね、ぐらいですかね。ということで、ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。